はい、こんにちは。ラッキーキャンプ学チャンネルです。今日はデルタリンクオーナーズミーティングの2日目です。昨日と今日は毎年恒例のデルタリンクオーナーズミーティングが大佐山オートキャンプ場で開催されています。昨日は朝10時から受付が始まりましたが、なんと朝早くから多くの車が列を作って待っていました。今年の参加者はキャンピングカーやトレーラー合わせて80台ぐらい、お客様は大人も子供も含めて170名ぐらい。ゲートが開いて、皆さんが受付でスタッフと挨拶を交わしてからサイトに停車してセットアップ開始。毎年参加してくださる方もいれば、今回が初参加の方もいらっしゃいます。2回目です。去年と今年、はい、タイヤ BBS ホイールを履いてます。でトレーラーも BBS のホイールをつけてます。多分トレーラーで BBS 履いてるのは今まで見たことないです。車買って5年目なんですけど、はい、初めて来させていただいて、まあ、秋の雰囲気も味わえてとても楽しい。去年は広島 の, あのデルタリンクのンク、に行ったんです。で今年初めてこっちに参加させてもらいました。この瞬間を楽しみにしている方も多いようですね。準備とか助けとかでこっちの方が中心になって、秋晴れの空の下、準備が整った後は皆さんキャンプ料理を楽しんだり、周りの方とゆっくり交流したり、贅沢のひとときを過ごしました。すごい数の車がいっぱいで、イベントもたくさんあってね。いろんな方とお話できて、車の話やら旅行の話ができたのはとても楽しかったです。ココちゃんどうぞ。かわいい。ココちゃん男前やけん撮ってくれよ。これイケメン。お腹が空いた人たちはうどんのキッチンカーも登場。大人気で行列ができてましたよ。ここまで想定できてます。ありがとうございます。あ、動画のね。美味しい。お待たせしました。はい、ありがとうございます。
なりがちなんですよね。いいですね。動画です。あ、そうなんだ。びっくりした。YouTube もされてます。そうですね。そうですそうです。この車を買ってから始め出した。あの自分たちの旅の記録をちょっと出してみようかなと思って始めたんですけど、手探り状態で。もう本当に分かんないことから始めて。60過ぎての手習いですかね。そうです。チャンネルの名前は、キラランチです、はい、キラランチって言います。お願いします。お願いします。ありがとうございます。暑くないですか？子供たちが遊具で元気に遊び、公園で遊んだり、いろいろ楽しかった。いらっしゃい。バイバイ。木工ワークショップも大盛況でした。僕もたくさんの美味しい料理をいただきました。美味しい、美味しい。ウインナーとたらこ、じゃがいもと一緒に出し、チーズみたい。なんか濃厚で、あと味が、ああそうですね、ラタン持ってこられたんですか。はい、わかりました。一晩だよ。動画です。ちょっとこれ炭を入れるから少し日持ち。すすで焼く感じ。美味しいですか。
味しい。作るかなと思って。そうそう、いや、だからもう本当は昼頃行きたかったんですけど。僕もたまには映りたいよ。映りたいよ。お疲れ様でーす。はい。お疲れ様でーす。じゃあ僕も参加して飲んでます。仕事中なのかな。オッケーどうすか、そして夜になると明るく暖かいキャンプファイヤーを囲んで皆さん集まりました。キャンプファイヤー。キャンプファイヤーはね、しょっちゅう家でできるんで。もうだから、そう、僕、あ、もうすぐそこだから行って、はい。やっぱ火のそばに行って、温まって。その後は、持ち込み居酒屋のような交流の場も設けられ、スタッフとお客様が楽しく交流、じゃがいも料理を一品持ち寄るじゃがいもコンテストも大盛り上がり。私たちが参加したのはじゃがコン、あの居酒屋の昨日夜行った分なんですけど、はい、やっぱじゃがいもコンテストはやっぱり去年から参加して、はい、なんかこうどういうの作ろうかなっていうので揚げ物からスイーツまで、今回は手焼きで、あのジェノベーゼソースで味付けしたポテトサラダをちょっとチーズで巻いて焼いたっていうものなんですけど、審査員の方が味見して優勝者を決定。ご参加の皆さん、で今回の結果は2位だったんですよ。今年の優勝は美味しそうなスイーツでした。さらに夜はスロベニアのワインや日本酒、ビール、スパイス入りのホットワインで乾杯。あ、飲みました。いただきました。はい。どうでした？はい。変わった味で。温まりました。変わった味で、あの初めての味でした。う、うん。飲んだ後ね、温まりました。はい。賑やかなひとときでした。そして迎えた2日目の朝。皆さんゆっくりと目覚め、片付けを始めつつも今日のイベントを楽しみに待っていました。そのイベントとは、そう、紙飛行機飛ばし大会。何が楽しかった？紙飛行機と、紙飛行機も楽しかったですね、今さっき。子供から大人までそれぞれ工夫して飛行機を降り、もう中あいわね。いろんな形の紙飛行機が空を舞いました。
はい、ニコニコしてくれはい。飛行機よう飛んだ？あまり飛ばなかった。あらら、どうした？飛ばし方だった。飛ばし方であんまり飛ばんかった。そっか。昼ごはんにはスタッフが大きな鍋で作ったグータクサンパエリア。見た目も味も最高で、皆さん大満足です。最後は抽選会。ぬいぐるみからソーラーシステムやエアーオーニング、電動キックボードなど豪華景品が当たって、皆さんの喜ぶリアクションも見ていて楽しかったです。そして集合写真を撮影して、今年のオーナーズミーティングも無事終了となりました。また来年お会いしましょう。2日間、オーナーズキャンプお疲れ様でした、また来年も、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。バイバイ。